これで極める時は部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、剣の大冒険ですけどもね、今回もゴジラの VS の実況やっていきたいと思います。皆さんね、この頃ねゴジラ VS の実況ちょっとね遅れてしまいまして誠に申し訳ございません。ちょっとねこの頃ねいろいろねやりたいことをやらなきゃいけないことをなんかいろんなゲームいろいろありましてね、ちょっとゴタゴタしてます。そしてですね、まあ3月からずっと始まっている今年の3月から始まっている、残業も引き続きねまだまだ一緒にずっと続いていくということでね、とても体が疲れております。そしてゆうとくんじゃん、おひさおひさ前ぶり前ぶりだね、前来てくれたもんね。いやー素晴らしいね。今回見てわかる通りゴジラ3体ですね。そしてなんかカクカクなので多分あれかな、 A のゴジラが外人さんでいいのかな。いっちゃった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 、やっぱりやっぱりパリパリよ。おっとおっと、新ユートがボディーガードが反応したもうガチギレしてる強いユート強いガチギレナウあの A のゴジラどっか行っちゃったよ届いてないぞ。こっち向いた、おさあどうするどうする、ボディーガードどうする、Kの大冒険公式ボディーガードどうする、ボディーガード発動ねその遊戯王カードのなんか魔法効果発動みたいな外人さん VS Kの大冒険、 Kのボディーガードユート、さあどっちが勝つでしょうか。はったはった、じゃあ俺はねユートが勝つ方にかけます。さあどっちが勝つことでしょうかね。まあアルファベットではね ABC ということでね、なんか僕が C になってますけれどもね、まあどちらかといえばなんかね実況者としてここは A 取りたかったところなんですけれどもね、まあ思いっきりね外人さんに A 取られてしまっていると、まあね、まあ順番的にはね A がね1位なんですけれども、まあ1、2、3とかでね、でもね多分 PS レートで多分一番下じゃないかすごい、てかユートが強いんだろうね。おーカウンター入ったぞ、ユートうまいうまい、ほぼノーダメで相手半分食らってるんだけどこれはさすがボディーガード、俺が認めただけはある俺がボディーガードと認めただけはある。さあどうなる、おーうまい、これはユートの待ち勝ちだね。今はねちゃんと敵が来るのを待ってそれでちゃんと攻撃しましたからね。はい、見ないマジやな、おーやば、全然食らっていいもんな。スパイラルだったか、普通の熱戦だったかな、みんなちょっとぼやけて見にくいかな、もうちょい見やすい方向でいこう。おーすごい、ユート頑張っている、すごいボコボコすぎて何も言えない。ああ普通の熱戦ですね。そこでどうなる、おっおー防いだ、てかまともに多分攻撃一度もユート受けてたんじゃない、やばいね、ケイちゃんよりもうまいんだね、俺よりもうまいな、やば。この後ね、外人さん、お、外人さん、俺の方来るか、わしの方来るのか。おっと、ボディーガードが走っていく。おっと。重いな。よくこの中操作できるな、言うと。すげえ。おー、すげえ。今、オーバーキルしちゃった。おー。画面が。画面がすごくぬるぬるになりました。まあね、外人さんといるときは、外人さんを倒すとね、回線が外人さんとプツンと切れますので、それで回線が普通に戻ります。すごいね。異世界か。久々に行こうか。異世界デートしようか、言うと。いけるか？いけない
異世界。俺がちょっとやってみるか。いけるかな。いったね、よし、いった。ここ本当透明の壁あるんだけど、うん、ほら、いけないでしょ。うん、でも今のバグを使って外に投げることになる。これが異世界。あ、ちょっと攻撃してた。だから本当は地図にないところ。だから地形がすごく悪い。あと地面判定が突然プツッと切れてみんな怒ってる。まあバグの世界ですね。いやー、言うと圧勝。5分の1も減ってない。そこでやんのね。おー、下が真っ暗。闇の世界が広がっています。なんだってバグですからね。いきます。うーほー、かっこいいよー、たまんないよー、どうしよう、異世界で平和協定。おっと離れる、おっと離れる、おっと離れる、どうした、行くぞ。あー、素晴らしい、いいタイミング、素晴らしい。どうした、どうした、なぜだーなぜだーさあ、こっからやり合うところかな。やっとどこ行った、やつはどこ行った、あっちか。なんで投げたし。しかもそこ戻ってこれないからね。投げられないと。貴様、よーくもやってくれたな。まあ、わかるよ、その気持ち。やりたいよね。おっ、おっ、いらっしゃいませーって。なんで落とされてまた戻されたんだよ。いつの間にか、ユウトより俺食らってるんだけど、どういうこっちゃ。投げられたりするからね。これ戦ってみるか。いや、なんか必死こいつ、日本に移動してるユウトー。よし、やろうじゃないか。ヘイ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 、やろうぜ。お、まだやらないってか。お、なんだなんだなんだ、そなんだそれは。ほっよっよっほっ、おいしょ、おー、うまい、おー。でも先手は結構持ってった気がするんだけど、どっち行ってんだ。貴様、貴様、貴様ー。俺を一人にするなー。ピーン。まともな場所で戦おうってか。いいだろう。お、遅れた。おお、当たった当たった。おーし、入った。おお、うまい。あー、うまいなー。カウンター激うまなんだけど、どうしよう。負けるかも。おいしょ、カウンター、これは入った。おいしょー、わー、相手の方が早かった。考えは同じだったか。やるな。あー、うまいなー。ボコ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 、おっ、うまいなー。いい勝負だよ、だいぶ。
あダメか。おー危ね。もうどうしてやろうかな。ハートってるよな。これうまいな。よしカウンター。おーどうなるの。まずい。おーやべ、超いい勝負、やばいぞ。おらあーくそー、足が短かった。いや超いい勝負、楽しい。思わず叫んじゃったよ。いやーなんか久々に集中のなんかちゃんとした戦いだった気がする。うん。ね、この頃なんかふざけてケール大冒険ショッピングとか言って。そんな余裕はなかったね。そうだね。お、これはどうなるんだろう。てか勝率すげえな、1662。282勝の俺が勝てるわけないじゃん。ね、しかもタイムの記録が2分33秒、俺より1分ちょい縮めてるってすげえな。まあ、ちなみにね、今ね結構ね夜遅くに急にね録画しているので、あの多分人はいないんですよね今ね、この時間。でも夏休みだからいる人はいると思うんだけど、まあでもやっぱりねゴジラ VS やってる方結構大人の方多いので、まああれだね、学生の方はこのソフトまず持ってないかな。おいたわ、あれこれ先ほどの、さっきの人。俺もスパメカにした方が良かったかな。したら3体みんなツルテカリンだったのにな。だけどまた重い。重い。じゃあ今度俺が行くわ、勝てるかな。もうやられる前にやれるよ。あ、恨みを持ってるのがそっちに行ったぞ。迷わずそっちに行ったぞ。あいつ、ユートの相手覚えていやがる。ユート、後ろ、ユート、これ助けた方がいいか、これ行った方がいいか。気づいてない、気づいてる、わかんない。いや、背中向けてんな、思いっきり。ユート、後ろ、後ろ。いや、でもこれ因縁かもしれないね、ここまで来るとね。ただ、ちょうどビルが邪魔になってる。そうだね、ちょっといいアングルで映したい。ちょっと少々皆さんお待ちください、戦場カメラマン頑張ります。戦場カメラマンガジラ頑張ります。よいしょよいしょよいしょ、幾多の道路をかき分けて。ただどっちにちびかでもあるんでね、大丈夫、こっち行けば広場がある。そっからどっこいしょよいしょよいしょ。ゴジラってね、あの体重がすごいからね、ちょっとね足一歩一歩すごく体力使うんですよ。おー暴れてる暴れてる、ちょっと待ってね、戦場カメラも頑張ってるから、今頑張ってるから、うん、あの一瞬の写真を撮るために今ちょっと ガジラさん頑張ってるから、うん、あのこいつカメラ持ってもすぐ潰れちゃうからさ、あの力の加減しないとさ、あの走ってる最中にプチって潰れちゃうんでカメラ。ゴーグルは持てないでしょ。ちょっと爪で頑張って持ってるね、ガジラ。ちっちゃい虫を爪で捕まえるもん、ね、そう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 、そんな感覚でちょっと今カメラ持ってるものから走れなくてね、うん。さあ皆さん、お互い同じキャラクターです。さっきと同じゴジラ同士の戦いから次はスーパーメカゴジラ同士の戦いになりました。いやメカメカしいね、メカメカしいね、うん。にもかかわらずまたほぼノーダメで相手結構食らってますけれどもね。さあどうなるか。おっとここでビーム、だがひるんでない。叩く。ゲットバス、ひたすら物理。ひたすら物理でユートは攻めていく。スーパーメカゴジラはねビーム耐性があるので、まあ熱戦吐こうがねビーム打たれようが結構ねあのアーマーが硬いので効かないんですよ。なので多分今ユートはそれをね考慮して多分物理だけでかましていっているんだと思います。いやーね、相手はビーム打ってこっちは物理です。ただそれだけでこの HP の差ですからね。いやー素晴らしい判断力ですね。お、あとは俺に譲るってか、違う、それ避けただけ。おー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 おお、実況しやすいわ。うん、なんかスローモーションで、お、なんだ私か私か、どうする、因縁の戦いやめるのか、どうする、これ来るよね、これ来るよね、先手打った方がいいよね。行きまーす。ほい
ほいほい、よいしょちょい、よいしょいしょい。なんかね、あの自然界で言うとあれですよね、あのおいしょさせるか、ここで回れ、よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ頑張るぜ、突っ込め、いけ、わっ、させるか、重い、やったら重いだいぶやりづらい。でもここは、いや、負けるわけにはいかない、落ちろ、よし、いいぞ、うん、笑うの、と見せかけて、吠えられない、これ落ちないよな、微妙だよな。むしろ相手に吸われてしまうので、ここは物理で攻めていくしかないな。ほい、ほい。ここら辺で回ったらいかがでしょうか。届け、尻尾は届かない、尻尾届かないっていうか、ゲージ少ないのかな。そんな連射で撃ってこないですね。ここ、ここ。よし、当たった逃がさないぜ。おお、倒した。おお、画面が、あー、やっと軽くなった。なんかあれだよね、なんか途中までユウトが減らして美味しいところを俺が取るっていうね。うん、あのあれだよね、自然界でいう、あのなんていうの、あの親が敵殺し、髪殺して子供に食わせるみたいななんかそんな感じに見えたおお、でっけえ子供だな、おい、 100m 以上の。あー、かっこいい。これもうちょい下がったんだよな。おお、おお、やば、スパメカほんと身長すげえよな。かっけえ、全種類やってくるのかな。次はミサイルか、ミサイルなんてなかったよな。あれ、どうした、え、どうしろと。ああ、映せばいいですね。オーケーオーケー、映しますとも。おお、かっこいい。ここら辺がビームにちょうど消えるところかな。消えるとちょうどいい感じになるんだな。ほら、かっこいい、たまらんね。おい、いいね、いいね。いいよ、いいよ、映すよ。映しますとも。はい、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ、その場で、その場でもう一個。オッケー、やべ、かっこいい、スパメガのガッツポーズだぜ。はい、たまらないね。おー、かっけー、いいよ、いいよ、いいよ。はい、なんか鼻から鼻水すんげえ勢いで出てますみたいな。ズドー、やば、どれサムネにしようか悩む。ドーおへそ出ちゃおう、沸かすーってか。やばいな、かっけじゃあやりますか。いい写真が撮れたよ。さあ、あとはやるだけだ。と思いきや、あいつ、あいつ町蹂躙していやがるぞ。ふん。俺もなんか、あ、後ろになんかいいものあるからちょっとぶっ壊しますか、あれ。ちょうどいいしな。うわ、超動きやすい。ゼロ距離で全ダメで逃げるしか減らないのか。タックルは？タックルだと一歩。噛みついて、吠えて、これ、オッケー。ガジラで勝てるかな。で、この後絶対俺ユウトと戦わなきゃいけないから、勝てる気しねえ。さっきいい勝負したからな。次勝ちたいな。うわ、すげえ、煙いな。ほい、ほい、ほい。あー、わしのビルが
他も壊すところない。さてと、じゃあ町も蹂躙して綺麗になったということで、早速やりましょうか。 OK。 おっ、おい、こいつに物理しかやっちゃいけないからちょっと厳しいですね。おっ、おいしょ、よいしょ、噛め放題。おお、よいしょ、よいしょ、めげずにいけ、いいぞ。おっ、おお、入った、よいしょ、物理できればなんとか。同じやつだ俺。おお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 、逃げ術使ったな。さっさと行かないと。行くぞ、ほいほいほい。もうこれしか移動手段ねえから。ちょ、でもそのまま行ったら後ろは壁だ。だから横に行くはずだから、先読みしてこっちの方で。攻めなきゃな。危ねえ。じわじわ減りそう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう一回回ろう。後ろ行っちゃったな。おお、これやった後だな。でもこれ後ろ行くのかな、行かねえな。さあさあ、でも HP 的にはいい感じよ、悪くないよ。あと一回あれ撃ち落として落とせば、物理に持っていければなんとかガジュラ勝てる可能性が出てきますね。で多分それそのまま横に行くので、ちょっと先読んでこっち。 OKOK、いいよ、そっちだろ。おー、なるほど、移動手段がすぐ行けるビーム系の技を使ってますね。なんだあれ、別に防がなくてもいいのか。おお、ここ、おいしょ、よいしょ、もう一回回ろう。ガジラの特性を生かしまくるぜ。お、バグったー。これ俺と置いたらどうなんだろう。フリーズだね。ただこれは俺と、はい、ドゥシドゥシ。今のはさ、今のは俺が、俺に無理やり重なっちゃったからバグっただけで、俺が動けば別に解除できるんだよ。そうで、不意打ちで速攻動いて直行で物理かまして。なんだかな。いやー楽しかった。まあ今ユートとはね、まあこの動画では一回負けて一回勝ったということで一勝一敗ですね。いやー、まあまあ今度ね、またユートと戦うことがあれば次決着ということでね、皆さんお楽しみにしていてください。この頃ね、常連客が減っている。どうした？特にゴジコレどうした？ピクケンとか結構来てくれるからね。まあ、みんなさん、まだね、俺ずっとやってきますんで。あれだよ、2020年の、なんだ、ハリウッド版ゴジラが上映してもなおまだやるから。新作のゲームが出てない限りね。うん。なのでね、ちょっとね、ウプ遅れる時もありますけれども、皆さんお楽しみに、ちょっと気を長くして、首長くして待っててください。それでは次回もお楽しみにしていてください。いっちゃねー。